カーネレーランスフォードは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州3のゼ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1975年のドラフト会議で、カリフォルニアエンゼルスから3巡目に指名され、入団。1978年4月8日にメジャーデビューを、果たす。この年121試合に出場して打率29、294、本類打8、打点52、 盗塁20の活躍で、アリーグ新人王投票でも3位に入った。1979年9月9日には3打席連続本塁打を記録。エンゼルスでは3年間レギュラーとして活躍したが、1980年限りでボストンレッドソックスにトレード。移籍初年度の1981年には、ストライキのためシーズンが短縮されたが、この年打率。 336を打ち首位打者を獲得。シルバースラッガー賞も受賞した。しかし、1982年に一塁手としてデビューしたウェード・ボックスが打率。349と活躍。1983年からは、ボックスが三塁に転向するため、ガイアシュ・トニー・アーマストの交換で、オークランド・アスレチックスに移籍した。 1983年と1985年には故障のためそれぞれ80試合、98試合の出場に終わったが、その2年を除けば1989年までは150試合前後に出場し、主に3番打者として活躍。1986年には一時一分類に転向したが、1987年には新人マーク・マグワイアが一類に定着し、三類に 再転向。打順は、ホセカンセコの成長や、遺跡組のデイブ・ヘンダーソン、デイブ・パーカー、ドン・ベイラー、リッキー・ヘンダーソンらの起用もあって一番になったり、流動的であったが、1988年から1990年にかけて、チームの3年連続ワールドシリーズ出場に貢献し、1989年には、サンフランシスコジャイアンツを下して、ワールドチャンピオンとなった。 その1989年には打率336を記録し、首位打者争いを繰り広げる。カービーパケットにわずか三輪を及ばなかったが、かつて自分を追い出したボックスは上回った。ボックスが首位打者を逃したのは1984年以来であった。1991年は休暇中にスノーモービル事故で両足骨折の重傷を負い、 わずか5試合の出場に終わった。余談だが、この時アスレチックスは三類候補として、その前年に中日でプレーしていたバンスローを獲得したが、期待外れで途中解雇した。1992年に復帰し、135試合に出場したが打率、262に終わり、この年限りで現役を引退した。同年8賞を受賞している。引退後は、 1994年から2年間アスレチックスでベンチコーチ1997年にセントルイスカージナルス2008年から2009年までサンフランシスコジャイアンツ2011年からはコロラドロッキーズで打撃コーチを務める息子ジャレット・ランスフォードが2005年のドラフト会議でアスレチックスから2巡目に指名され入団したありがとうございます